皆さんこんにちは、レイマイです。本日は明日フェケテから発売されるローライズデニムミニスカートパンツを着回しに着回した動画です。このスカートがローライズプラスかなりのミニ丈なんやけど、スカートパンツ仕様になっとって、おパンツ見える心配のない安心安全優等生になっております。ちなみに私レイマイは身長153センチ49キロで M サイズを着用しております。動画のね最後に S サイズも着用してる動画があるので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。インスタにも書いたんやけど、レースのセットアップがついに完成しました。イエーイこのコーデではレースワンピースを着てみたんやけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？ちなみにレースのセットアップは7月に発売予定なので、ぜひぜひ楽しみにしててもらえると嬉しいです。ちなみにスカート以外には、今このコーデのシャツの下に着てるインナーとかトップス、カーディガンで、今回の動画には登場しないんですけど、バケハも明日、待って声やばくない失礼いたしました。いや引き続き声やばいんですけど、スカート以外にはトップス、インナー、カーディガン、バケハも明日のお昼の12時に同時発売されるので、ぜひ明日お昼休みはフェケテ覗きに来てくださいね。っていうかマジでこのコーデお気に入り、可愛くない？Funny thing about love, when it comes and goes, you never
気づきかもしれませんが、そうなんです、このカーディガンもレースのセットアップの一員なんです。レースのセットアップがね、全部別売りでルック2で着てたワンピースとこのカーディガンとそれとフレアパンツの3ピースセットアップになっておりまして、見ての通り全部鬼革なんです。もちろんね、発売前にレースセットアップの動画もあげるので、ぜひその動画も見てくださいね。はい、ということでローライズデニムミニスカートパンツの着回しいかがだったでしょうか。着回せすぎて気づいたら急行でも準備してました。スカートパンツの仕様はこんな感じになっております。動画ではずっと M サイズを着用してました。履くとスカートの下はこんな感じになってます。こうやって見たら違いがあんまりわからんかもしれないけど、 S サイズを履くとこんな感じです。私レイマイが身長153センチ、体重が49キロなんですけど、 S サイズがもうぴったりジャストサイズって感じで、 M サイズがちょっとね余裕がある感じで履けるっていうサイズ感になっております。はい、というわけで本日の動画も最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。